ディアデクテスは、古生代ペルム期前期、アーティンスキアンからクングーリアンの北、アメリカに生息していた、獅子動物である。属名は、上下に噛み合わすのい、ディアデクテス型類の代表的な属。ディアデクテス型類は、両生類というような苦類との中間的な形態を持った動物であり、かつては最も原始的な爬虫類である、廃竜類の一つとされていた。 現在は、頭骨の特徴などから両生類に分類されているが、これはあくまで便宜的なものに過ぎない。また、単ユミ類とつながりがあるのではないかとする説もある。ディアデクテス属の種としては、ディアブサイタス、ディマキシマス、ディテンテクタス、ディマラリスなどが報告されている。全長2から3メートルと、比較的大型の動物であった。骨格は頑丈で、 胴体及び獅子は有用膜類的な特徴を持つ非常に陸性に適応した動物だった。しかし、頭骨は耳切れンを持つなど両小類的な形態を色濃く留めたものであった。この特徴はシームリアなどが持つ祖先的なものと同じであるのか、あるいは一旦それが消失した後、新たに獲得した二次的な形態であるのかは議論の分かれるところである。頭骨長は 約20センチメートル。方形骨が前方へより、その後方に耳切れ根が形成されている。また、それにつれ、顎骨及び死列が前後方向に短くなっている。八本の摂子は釘状となっていた。また、九死は横方向に幅が広く上下に噛み合う構造となっていた。甲薄刃の形態が学名の下である。これらの死列は植物を摘み取り、 すりつぶすのに適していた。微動と高校は二次口外によって仕切られており、物を咀嚼しながら呼吸することができた。胴体は樽型で、背骨とあばら骨はがっしりとしていた。また死体も強力で、短く頑丈な獅子を持つ。太い胴体には、長い消化管が収められ、破砕した植物を発酵させて、消化吸収していたものと思われる。 現在知られている死子動物中、最古の草食動物の一つとされる。植物食の脊椎動物は、腸内細菌に頼らなければ、セルロースなどを分解できない。そのため、ディアデクテスは、必要な腸内細菌を感染させるため、爬虫類のような、殻付きの卵を産んで、地上で孵化し、親が子供に餌を与えていたのではないかとも言われている。ありがとうございます。